それではいけるかな、これで。これでいけちゃうんですよ。これでいけるかな。ちょ、頑張って。それじゃあ行きますよ。よし、行くぞ。それでは参りましょう。せーの、よいしょ。さあやってまいりました。矢口一人やったね。グアムからです。やったー。よいしょ。ついに来たね。来ましたね。ついに来たけど、こんなピョンみたいなのでいいの？なんでですか？結構使い古されてるよ。いやいや、そんなこと。いいじゃないですか。でも衣装変わってないですよ。衣装変わってない。これはまああの皮膚ですから、私の。いいんですか？いいですよ、もう。暑くないですか？暑いね。もしよかったらこちらの衣装の方もあのスポンサーさん。そうです、そうです、そうです、そうです。はい。そしてここがですね、はい、あの PIC 様です。やったということで、こちらが PIC 様ことホテルパシフィックアイランドクラブグアム。70種類を超えるアクティビティにおよそ800もある客室はミクロネシア最大規模。最高のリゾートライフを満喫できます。あるんだね、楽園が。こんなところにすごく綺麗ですね、本当に素晴らしい。はい、さあということで早速いきましょうか。矢口一人スタートです。ハーファーデー。知ってるなんだがハーファーデー。なんかちょっと今しっくりこなかったけど。俺しっくりきてる。意味わかってる。あれですよね、こっちのグアムでの挨拶、うん、何語？ネネ語。え？ネネネ語。ネネ語。チャモロ語。チャモロ語で要はアロハ的なことだって、はい、ハーファデー。これね、皆さんも覚えてもらって、ということでですね、はい、今夜の矢口一人は常夏の島グアムからお届けします。はいよ。今日はですね、あの春樹さんが立てたスケジュールに沿って行動していきたいと思います。今日はもう本当に覚悟しておいてください。マジですか？これぞ殺人的スケジュールっていう。嘘。ギッチギチで行きますから。でも楽しいんですよね。楽しいは楽しいですよ。じゃあ大丈夫です、じゃあ大丈夫。なんせ PIC 様と、はい、グアム観光局様おすすめのそうですよ、ね、ところに行くだけでございますから。じゃあもう絶対楽しいですね。それは楽しいですよ。そしてですね、はい、さらに番組プロデューサーさんからですね、要望があります。はいはい。それがこちら。何でしょう？じゃじゃじゃん。お悩み相談はよろしくね。いや、わかんないけど、お悩み相談ってさ、はい、そんなにうちの番組の何だろう軸ってわけでもないし、いつもほらお茶の水やってる時でさえ結構なあなあだったりするし、それをわざわざグアムに来てまでやる必要ないの？しかも相当時間ないわけじゃない。はい。何なのこの番組プロデューサー、邪魔したいのか？違います違います。ちゃんとやっぱり番組の趣旨を抑えてくださいということで。あ、そうなの。初心忘れるべからずです。そうだね。はい、邪魔くさいな。いや、そんなことないですよ。楽しくでもそれもできたらいいじゃないですか。まあいくらねグアムといえど、うん、遊びじゃないぞということで、うん、これはちょっと守っていきましょう。なんか真面目だな。なんで自分だけ真面目なの？まだスタートしたばっかりですか。はい、はい。まあ、こっからどんどん楽しんでいきましょうよ。はい、さあということでですね、矢口一人イングアム最初のイベントは、これはですね、はい、まあ最初にしてメインイベントと言っても過言じゃありませんね。マジっすか。 PIC 様のお部屋紹介をしたいなと。おお、もうね、今回はねこれがやりたくて僕ウズウズしてたんですよ。あ、お部屋紹介したい、お部屋紹介したい。んーキュン。はるきさん、ちょ待ってくださいよ。ほらほら、ヤグちゃんこっちこっち。張り切ってますね、はるきさん。さあ、はい、ここがなんと PIC 様のデラックススイートだよ。やってきましたね。こっち見てよ、ほらほら見て、この広大なリビング、すごい広い。見てよこのオーシャンビュー。ドーンとね。しかもいいですね。なんと PIC 様全室オーシャンビューっていうんだから、びっくりだよね。びっくりですね。さあヤグちゃん、はい、あれなんだかわかる？何ですか？
バカだな。恋人岬だよ。グアムって言ったら恋人岬じゃないか。はいはい。こんなにくっきり見えるんだね。そうですね。そしてご覧よ、この PIC 様の広大な敷地プール、そして緑、そして海とね、はい、いろんなものをこう独占しちゃってるよね。なんか喋り方おかしくないですか、ぐっちゃん。これなんだかわかる？はいはい、なんですか？そう、椅子だよね。こうやって座ったりもできるんだ。これはなんだかわかる？バカだな、テーブルだよ。あ、ここにコップを置いたりできるんだ。はいはいはい、便利だね。はい。さあ、じゃあ隣行ってみようか。ほらほら、部屋まだ終わんないよ。何があるんですか、こっちは。見て、このベッドルーム。うわー、広い。もうほんと、ここあったらどんな素敵な夢を見れるんだろうね。いやらしいんだから、もう。そしてご覧よ。おお、見て、すごい綺麗。ちょっとじゃあシャワーでも浴びちゃおっかな。浴びてくださいよ。うわー、見られてる、恥ずかしい。そしてね、ほら、ヤグちゃん、ここまでね、アメニティがね、女性に優しい。そうそう見当たんないよ。そうですね。え、持って帰ろうって、うん、汚い女だな、本当に。言ってないし、今言ってないし。というわけで、はい、本当に PIC 様、素敵なお部屋がいっぱいだね。はい、来ました。さあ、どうよ。これ教会なんですか？これ素敵でしょ。私教会見るの大好きなんですよ。あ、そう。はい、これね、コンセプトとしては、はい、こう水辺に浮かぶチャペルということで作らせていただきました。はるきさんが作ったわけじゃない。作ったわけじゃないですけども、はい、行きましょうか、ね。はい、行こう行こう。じゃあ、うん、2人行きましょうかね。なんかすごい嫌な意味が込められてる感じがするんです。なんでよ。大丈夫ですか？めったにないチャンスだよ、俺とチャペル行けるなんて。さあ、はるきさんと行くの、これ。やっぱこうやって男と女に入った方が雰囲気あるでしょ。まあ、なんか緊張しますね。開けるよ。持って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 、はい、せーの、ドーン。ほらね。いきなりは開かないよ。二重になってるから。まだある、まだある。二重になってるの。二重になってるんですか？一回ここに入って、まあ、でここでちょっと多分、あ、じゃあ入るよみたいな、はい、でこう直したい。ちょっと直して、こう直して、はい、綺麗だよ。みたいなのがあるんだよ。あっていくわけよ。はい、いくよ、はい、そして二人の未来開け。何？自動だよ。開いちゃった。ほら。うわー、すごーい。おお。すごい。お、響く。すげえ。いや。お。お、いいね。すごい、こういう感じですか。あー、いいわ。これすごいね。すごい。まあ白がこう、きちこうベースになってて、うん、いや、これがいいでしょ。爽やか。この抜けてる感じが、すごい。わーっとさ、これはちょっとすごいですね。声も響くわ。そう、これすごいんですけど、これはないですよね。これ PIC 様じゃないですよね、これね。これは多分うちだと思います。持ち込んじゃった。もういつものほら、相談員、忘れかけの相談員。やるの、ここで。ここでやるんですか？いいでしょ。チャペルで。チャペル見るだけでいいじゃないですか。チャペルでっていうか、グアムで。このメールが届いています。矢口さん、はるきさん、こんばんは。こんばんは。突然ですが、お二人は何歳までに結婚したいと思っていますか？またどんな結婚式を挙げたいか教えてください。中野区のウェディングベロさんからです。なるほど。結婚願望あります？ありますよ。ありますけど、よかったらあの、これ東京で話しませんか？なんでですか？いいじゃないですか。なんか、まあいいけどさ。何歳までに結婚したいと思います？いやー、それ言ったらね、もうすぐだよ、あと2ヶ月後ぐらい。要は30になるから、30までには結婚するとは絶対思ってたから。
おお、でもまだ分かんないじゃないですか。まだ分かんないよ。今はじゃあ、まあ、分かるでしょ。あと相手はいるんですか。いない。あと2、3ヶ月だよ。って分かんないですよ。電撃いくつがいい。私ですか、うん、私はもう来年か再来年あたりで結婚したー。爆弾発言だ。なんでするんだ。したいんです。もう早く子供が欲しい。あ、そう、はあ、今いくつだっけ。今23です。もうすぐ24。ああ、でも世間一般で言うとさほどおかしくない年齢だよね。そうなんです。うちのお母さんは23で私産んでるんで。そうだよね。そう考えるともうそろそろしたいなって思ってるんですけど。 どんな結婚式にしたいとこあるの。ここじゃないですか、やっぱり。いや、そりゃそうだよね。そうなんだ、それ愚問だった、うん、じゃあここがいいな。これね、酷な話だけども、はい、PIC さんは抜きで考えて。みんなが PIC 様だっつって、はいはい、トークが膨らまないから PIC 様抜きで。結構大人数で結婚式はやりたいです。披露宴。なるほど。よく身内明けでちゃちゃっとやりたいとかっていう人もいるけども、そうじゃなく結構華やかに。そうですね、やっぱりお色直しは5回ぐらいして。5回はいらないよ。いや、やりたい。あれさ、だって見てる方はさ、本当に大して変わってないよ。いやいや、そんなことないですよ。ウェディング、ウェディングでしょ、うん、で、着物でしょ。着物、はい。あとドレス、これでいいでしょ。いや、あとなんかこう、自分デザインのミニドレスみたいな。邪魔くさ。いいじゃないですか、一生に一度ですからね。まあね、うん、変な欲求があってね、卒業って映画あるじゃない、はい、こう連れ去られるみたいな、はいはい、あれの、新郎顔をちょっとやりたいっていう欲求があるんだよね。あ、奪われちゃうし。奪われたいっていうのがちょっとあるんだよね。え、どういうこと。要は自分と許嫁みたいな人がいるし、はい、これはもう両親が決めた結婚なのよ。でも俺はすごくその人も好きなの、うん、昔からずっと結婚すると思ってたからね。幼馴染で育ってきて、でついにその日を迎えたって時に、その挙式の時に、あ、俺じゃないんだって気が付いちゃう。切ない。で、はい、いいんですよ、行ってくださいって言って、行ってバーッとその花嫁が見えて、珍しいですね、そっち側をやりたいっていうの。で、なんか眼鏡かけたババアみたいのが、どういうことなのこれ。なんかすごいドラマ見すぎじゃないですかそれ。で、なんかでもそういう欲求ちょっとあるんだよね。まあそんなエンタメ、ね、そこでね。でもこんな風に、はい、あれだよ、話しといて2人が本当にこのグアムで本当に挙式を挙げちゃうかもしんないです。ねえねえねえ。いや、ないないないじゃなくて、そこはやっぱ臆病になっちゃダメだよ。あるかもしんないんだから。ねえ、ないない。嫌ですよ。いや、嫌かもしんないけど、やっぱほら、気持ちに嘘はつけないっていうか。あれ、あれっていう。はるきさんはじゃあ逆に、私でもいいんですか。全然いいよ。あ、そうなんですか。うん、いや、もう、ヤグちゃんが今、はい、本当に今この瞬間勢いでじゃあ結婚しますってなったら、もうここでじゃあ挙式あげたっていいよ。もうほら全部お膳立てだよ。あとは そこでさ、指輪買ってきてさ、えいってはめちゃえばもう。いやだ、なんかこう形式的な感じが。そういうことじゃなくてぐらい、僕はもういつでも待ってますから。あなたを待ってます。いやだ。やだ。ほら、もう曲かかっちゃったじゃないですか。待ってますから。目が怖い、目が怖い。やだ。はい、俺じゃないんだ。幸せになれよ。